ましょうか。はい、はい、では皆さんこんにちは。パークスタジオラジオ分ラジです。お願いいたします。お願いします。はい、ナビゲーターはラジオ風トーク番組ポイラジから加藤健介と、あと肩書きなく対話できる場所を届けるモバイル屋台文治3分ショッキングからサトルンこと岩波サトルさんでお届けしたいと思います。お願いいたします。です、よろしくお願いします。はい、じゃあ加藤健さん、分散ウォークですね。そうですね、なんか国分寺歩いて楽しめるお祭りの分分ウォークというものが、まあ、例年やられているわけですけれども、今年はもうこのコロナの状況もありまして、11月の20日から30日まで期間をゆったりとって分散ウォークという名前で国分寺の市内全域で、あちこちで開催されているというものになりますね。ちょっとどんなイベントやられてるんですかね。ちょっと把握してなかったですけども、やば、千秋さん知ってる？千秋さん知ってますかね。まだ近くにいる千秋さんにせっかくだから教えていただきましょうか。わかるかな。あれなんです、今回あの千秋さんがあのレポーターとして、はい、せっかく遠隔だからっていうので、はい、遠隔からこうレポートしてくれるっていう形なんですね。千秋さん何かありますかね。はい、今日はですね、あの前慌てさせる町中のみの市というのが展開されているそうで、あとはですね、今日ちょうどですね、ハケの学校でハガヒラックさんがハケの地形と村上春樹ということで花沢橋から日和までを歩くというのをちょうど1時からスタートされたところみたいですね。あとはあの国分寺の駅北側の方ではブックタウンが展開されているそうです。お、なんかまあやっぱいろいろやってるということで、うんうんうん、楽しみですね。まあ分ラジも今回初めて参加させてもらって、まあ、ちょっと実験的な企画ではあるんですけども、はい、国分寺のね今を届けられたらということで3時まで2時間程度、まあ、ゆるーく伝えられたらと思いますのでよろしくお願いします。お願いいたします。で、まあ、実は今日はあのこちら武蔵国分寺公園でお話しさせていただいておりまして、すごい紅葉が綺麗だなと思いながら、先ほどまでね僕らがいる場所すごい暖かかったんですけども、ちょっと今寒いかなみたいなところありまして、はい、いつまで120分も持つのかなというのをちょっと不安になり思いながらいるんですけれども、落ち葉をこう噛み締めながら、はい、風の音を聞きながら楽しんでもらえればなと思いますので、はい、ちょっとせっかくなので、この分散ラジオというものをやっている僕らが何者なのかということをせっかくちょっと簡単にご紹介させていただきましょうか。ということで、まず岩波さんの方からどういった活動されているか、いきなり無茶ぶりなんですけど、ね、あもう、はい、僕もともとですね、国分寺で、医師をしていまして、まあモバイル屋台って言って、屋台を引いてコーヒーを届けて、まあ、診察所では出会えない方々にお会いできたらなっていう活動を去年ぐらいからしてたんですけども、まあ、ちょっとこのねコロナの影響で少しこう会えなくなったっていうのが含めて、まあ、今このちょうど今、ま、屋台を目の前にしながらこのイベントやらせてもらってるんですけど、最近は、まあ、ちょっとこう YouTube 上でこういろんな国分寺の人たちに会いながらお話を聞いていくっていう活動をしている上で、まあ、加藤健さんに出会わせてもらったりして、まあ、今回こういった活動をさせてもらってるって感じですかね。はい、そうですね。こちらの、私は、ポイラジという名前で、まあ、国立市内ですとか国分寺市内いろんなところで、ラジオ風のトークイベントということをやっております。ラジオっぽい形で、外面からするともう完全にラジオやってそうなんだけれども、実はオンエアしていなくて、エアオンエアという形でさまざまなゲストを呼びしたりとか、おはがきコーナーをしたりとか占いコーナーをしたりとかって、ちょっと、まあ、占いコーナーになってる時点であんまりラジオ載せる意味ないんじゃないかって話なんですけども、まあ、そういった活動を月1回させていただいております。で、今回はそういった2人の活動ですねをつないだところ、この分散ウォークで分散ウォークいろいろと紹介するという企画として分散ラジオということができないんじゃないかということになりまして、ここのこちらの公園使わせていただいてやっているところとなります。はい、本日は、いろんな方に来ていただいてて、うん、まあ、国分寺の今どんな状況なのか、どんなことやられてるのかっていうのが届けばいいかなと思ってます。
そうですね、ちなみに今日の、タイムテーブル簡単にご紹介させていただこうと思いますが、まず最初に、原住民という、バンドの皆さんですね、お二人、ゴミさんと三上さんにお越しいただいておりまして、そのお二人方からお話しいただいた後に、こちらの都立武蔵国分寺公園のパークレンジャーとパークコーディネーター、まあ、何やってるかちょっとよく分かんない名前があるんですけども、その方々にお話を伺う。その後、ブンブンウォーク、今回は分散ウォークですね、こちらの実行委員会をやられている高浜さんと多田さんにお越しいただきまして、この分散ウォークというのはどうして生まれたのかということについてのお話を伺ったりとか、そんなことをやっていこうと思っております。それで先ほど一瞬、吉村さんにお話を伺いましたが、吉村さんが今日は街中をレポーターとして回っていただきまして、近くの分事業ですね、今度できる町の寮というものができる予定なんですけども、そちらに伺っていただきまして、町中のみの市というものをやっている、そういったところについてお話を伺ったりとか、そんな感じのことをやっていく。で最後に、家和波さん の活動として、家庭医ですね、家庭医の方々です、ね、のお話を伺わせていただく、そんな感じ のお話を120分で進めていこうかなと思っているところです。進行により多少のズレはあるかと思いますが、まあ、ゆるく温かいお耳でお聞きしていただけたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそしたら続いては、はい、続いて都立武蔵国分寺公園のことについてお話を伺おうと思っております。そんな原住民さんがこうライブされたりとか、まあ、こうやって僕たちも今回やらせてもらったりとか、多くのところで関わらせてもらっている都立みんなの都立武蔵国分寺公園ですね。はい、今回は都立武蔵国分寺公園から、パークコーディネーターの中倉さんとパークレンジャーの中村さんはい、よろしくお願いいたします。で、そうですね、まず最初に聞いてみたいなと思ってたことっていうのが、まあ、こちらの公演のイベントなどの話もそうなんですけども、そもそもパーク、パークレンジャー、レンジャーとか戦隊みたいな、そう戦隊がいるのかなと思ったら、結構、ね、赤色とか青色とかがグレーが来たみたいなとこなんですけれども、ちょっとそういったお仕事がどういったものなのかなということについてぜひ伺わせていただきたいなと思いますけれども。はい、ありがとうございます。改めまして、武蔵国分寺公園の副所長兼パークコーディネーターの中倉です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この武蔵国分寺公園の特徴がパークコーディネーターとパークレンジャーという役職がいることでして、でまずパークコーディネーターなんですけど、私たちの仕事は地域の方々の声を公園運営に生かす役割でして、地域と公園を結びながら街に開かれた公園づくりというのを目指しております。で、管理だけで終わるのではなくって、公園を街づくりの拠点として捉えながら地域の皆さんとともに、公園も街も盛り上げてけるように頑張っております。続いてレンジャーの説明を、じゃあ中村から。はい、皆さんこんにちは、武蔵国分寺公園でパークレンジャーを、しています、中村です。声がいい、めちゃくちゃ慣れてますね。ありがとうございますなんかもうイベントが開かれたんじゃないかぐらいのお恥ずかしい限りです。ありがとうございます。パークレンジャーって正直言って聞き慣れない言葉だと思います。そうですね、まあ赤い服青い服は着ていないんですけれどもですね、まあ皆さんが公園に訪れてきた時に、気軽に自然に触れ合えるような、施策を私たちで行っています。例えば管理場内に展示を行ったりとかですね、みんなが、誰かつかなくても持って回れるような、持って図鑑を見ながら簡単な図鑑を持って回れるようなことをやっています。例えばレンジャーミニ図鑑なんていうものを管理所で配らさせていただいてるんですけれども、そちらの方はですね、はい、配ってます。知らなかった。実際に私たちレンジャーが撮った写真と考えた文章を使って、まあ裏話なんですけどね、そういうものをね出しながら来た人に気軽に楽しんでもらえる、自然に親しみながら楽しんでもらえるような施策をしております。その本には どんなことが書いてあるんですか？そうですね、季節の生き物が中心ですね。 あとはどんぐりのお話ですとか、どんぐりも1個だけじゃありませんので、何種類も何種類も武蔵国分寺公園にはありますので、そちらのいろんな種類のどんぐりを載せたり、あとは今の季節ですと赤く色づいてる実の話なんかも載っていますね、
これはそこの、はい、公園の、公園のサービスセンターでお配りしております。あの南側にある、はい、広い建物。そうですね。この後はウェブでもあの撮っていただけますので、ちょっとね自分のスマホ活用していただいて、そういう点でも楽しんでいただけると。あー、確かにこの葉っぱは例えば何かできてるか。その葉っぱはコナラの葉っぱです。あよかった。自分が知り合い分からないのを言われなくてよかった。あ、でもいいですね。なんかスマホを使いながらあの公園の中巡れるっていうのはね、誰でも楽しめるかなという。携帯はね、みんな持ってますから。本当本当。ありがとうございます。ありがとうございます。実際そのパークレンジャーの方にちょっとこうお会いしたいみたいなことがあった場合って、なんかどういう風にしたらお会いできるんですかね。あー、サービスセンターに来ていただいて声かけていただければ大丈夫。そうなんですね。例えばちょっと図鑑に書いてないんだけどこういうこと知りたいっていう点がありましたら、サービスセンター来ていただいて、もちろんねいないタイミングもあるんですけど、でいれば私答えますし、ちょっとじゃあ後日答えますねっていうことになるかもしれないんですけれども、その時その時にですね答えさせていただければと思います。なんか結構この公演は本当に、うちの子5歳なんですけど、よく来させてもらっていて、ありがとうございます。あのバッタの住む、バッタの住むバッタランド、バッタランド、ね、バッタランドとか、はい、まあ、夏とかなんかもう汚くなるよと思いながらもうみんな子供よく入るんだと思いながら入っていく姿をよく見てました、ね、なかなか大人になると無心触ったりってどうしても体育館が出ちゃったりとかする場合もあるんですけれども、あの大人も一緒になってね楽しんでいただければと思います。なんか南側のね、あの公園のこう野鳥がこういうとかいるよっていうのをすごい、なんか絵と、そうですね、はい、看板などで看板でね、あの見させてもらって、あれも一つ一つ面白いなと思うし、あれですね、木にも書いてますよね、だいたい説明が。はい、ありますね。お名前書いてある樹名板なんてもついてますし、あとは管理所でお配りしてる、樹木マップなんていうのもあります。で公園全体の例えば特徴な木、鉄剣木、クヌギですとか、コナラですとか、それぞれ歩くコースと一緒に見ながら回れるっていうものもありますので、やっぱスマホチェックですね、うん、面白そうですね。ちょっとそしたらあのお話変えて、ね、あの武蔵国分寺公園で最近行われているなんか主だった取り組みだったりが、もしかしてイベントとかも含めてお話伺いたいなと思うんですけれども。はい、ちょうど昨日ですね、分散ウォークの中で、公園のイベントということでワークショップ中心にしたイベントを実施させていただいてます。でこれからもいろいろと取り組み予定あるんですけれども、今ですね、あの分散ウォークの期間である20日から30日まで同じ期間でチョイボラウィークスというイベントをやってまして、手ぶらで10時から15時の間に管理所に来ていただくとチューリップの植え付けが体験できます、毎日で。スタンプカードがありますので、スタンプカードにポイントを集めていくとまたプレゼントがもらえるというものをやっておりまして、今日、開始5日目なんですけども、コンプリートしてる子もいて、毎日楽しみで朝一から来てくれている子もいるので、ぜひぜひ皆さんチューリップを上に来てください。一日どのぐらいの方がいらっしゃるんですか。一日ですね、平日で今のところ10名程度で、お休みだと20名とか来てくださって、なんかちょっとしたねボランティアってやっぱりやってみたいっていうか、子供ってやっぱお手伝いしたいみたいな思いがあると思うんで、ありがとうございます。なんかやらせてもらえるのってありがたいですね。面白いですね。あのチューリップなので今はまだ芽が出てないんですけど、春先にまた咲いた姿を見に来ていただきたいなと思ってます。確かに、いや、なんかこのでも状況で結構こうイベントとかって大変なんじゃないですかね。そうなんですよね。やっぱり3密を避けてとか、はいはい、まあ、刻々とコロナの状況っていうのも変わっている中なので、全てのことができますっていう状態ではないんですけれども、ただ、新しい日常っていうのをもう本当に日常化していく必要があって、それを発信するのが公園の役割だと私たちも思っているので、そのあたりパークコーディネーターが調整をしながら、地域の方から今回のこの企画自体もそうなんですけど、地域の方からこんなことできないかいっていうご意見をいただいて、それを実現させるというのをやっております。今回の企画はね、なかなかまたできるのかどうかよくわからぬままだったんですけども、はい、1ヶ月前ぐらいからこれやりたいって言ってね、みんなに集まっていただいて、なんかこう形にしていただくっていうのは、で公園の方々がいたからできたっていうところかなと思っていて、ありがとうございます。なんかちなみに今までなかなか困難だったけどなんとかやったイベントとかってそういうのはあるんですか。困難だった
けど、ですね、この武蔵国分寺公園では、2013年頃からあったらいいなをみんなで作る公園プロジェクトというプロジェクトを進めてまして、地域の方がこういうのあったらいいなっていう声を上げてくださった方々と一緒に、じゃあそれやってみようっていうので実現をさせていくっていうので、もういくつか実現をしている事例があるんですけども、やっぱりそれは本当にまず市民の方の思いがあってこそなんですね。なので私たちが全部コーディネートしてどうこうということではなくって、地域の皆さんの声をいかに公園のそのイベントかとかそういったものに実現していくかっていうのは毎回楽しみな作業というかとしてやらせていただいてます。今回も声にしてみたら実現させていただいたっていうようなところでありがとうございます。いや、こうやって公園が身近に感じられるのはありがたいことですよね。環境はやっぱすごいいいなって今日ここに佇んで改めて思うというか、こんないいところでやらせてもらえるのは、ありがたいなと思いますね。ありがとうございます。結構公園って知られてないんですけど、すごく自然環境としてもポテンシャルが高いところがありまして、ちょっとレンジャーの方が詳しいんですけど。はい、武蔵国分寺公園の なんかちょっと変わりますね。ではですね、先ほどお話でも出していただいたんですけど、バッタランド、実は原っぽを放置してるだけではバッタランドにはならなくてですね、いろんな借り方で低いところ、中くらいのところ、高いところっていうふうに3つの段階を作ってます。なので、はい、草の丈がですね3つの段階を作っていまして、はい、でそれをしているおかげでバッタランドにはびっくりするほど種類が多くのバッタが住んでいます。よく見られる大きな少量バッタなんかいたり、でもうちょっと茂ってるところにいるツチイナゴがいたり、同じところでね、いろんな種類のバッタが見られるっていう場所もありますし、すいません、ちょっと息が詰まりましたね。はい、勢いよく。はい、野鳥の森ですね。後ろに国分寺街線という崖がずっと続いてるところが通ってますので、はいはいはい、そこがね、すごく自然が残っている場所です。で、それの、そこにね、住んでるいろんな生き物たちが野鳥の森に出てきたり、野鳥の森でね、ご飯を食べて、また寝るときに戻ったりっていうのもありますので、ワシやタカなんかも実はね、いたりします。でね、そういういろんな自然が色濃く残ってるのがですね、都市型の公園なんですけれども、そういうふうに残ってるのが武蔵国分寺公園の特徴です。僕地元が青梅なんですけど、ちょっとこう青梅を売るようなすごい青梅の方に怒られちゃうから自然が残っていっぱい素敵なところがあるっていうことですからね。地元感がより強いなと思いながら来させてもらってますね。最近だとやっぱお子さんでなかなか自然に触れられる環境ってのは少ないものなんですかね。少ないですね。特にね、チューリップの種植えとかそういう体験をさせてもらえるとこってやっぱ都内にいるとあんまり多くないかなと思うんで、こういうふうに自然と関わらせてもらえるっていうのはいいかなと思います。やっぱ子供こう落ち葉あるとこうわってねやるのが子供なのですごいなと思います。確かに、なんかそうここ平日休日に来るとものすごい人たちが溢れているなっていうのがすごいなといつも思ってまして、なんかそういったねとこに触れられる機会があるっていうのはとても大切だなというか、僕なりの立ちに住んでるんであんまりそういう場所ないなというようなところが正直なかなかね自然と触れ合えるっていうのがこんな自然と近くにいてね、いろんなことをやらせてもらえるっていうのは貴重なとこだなと思います。ここは今後の話ばっかりあればいいですとりあえず今後っていうどうですかね、なんかイベントとかって、うん、はい、12月4日からですね、ディスカバリーワードラリーというものを実施します。去年までですが、失礼しました、去年まではレンジャーですね、すいません、ちょっと緊張して噛んじゃってありがとうございます。ちょっとお聞かせください。ガイドウォークを行ったんですけれども、今回は皆さんをいっぱい集めるっていうなかなか難しいので、それぞれの特徴的な場所に看板を設置しまして、でそちらのものを回りながらワードを集めていくとプレゼントが交換できる。こちらがですね、国分寺市の教育委員会さんとコラボをしている
プログラムになりますので、自然とか公園のことだけじゃなくて国分寺の歴史のことも学べる場所となっております。ぜひね、楽しみながら回ってください。何箇所ぐらい回るものなんですか、それは。だいたい6箇所ですね。分散ウォークみたいですね。確かにプチ分散ウォーク的な感じになるのかな。いいっすね、こういうふうになんか個人個人で楽しめるっていうのはこの時代すごく嬉しいこと。分散ウォークの期間中はその他イベントだったりとかっていうのは行う予定はあるんですか？分散ウォーク期間中はもう昨日イベントが実は終わってしまったので今日のこのポイラジとあとはチョイブラウィークっていうのがセリフなキューパーウェイの期間中だけですね。はい。でもラリーポイントが、はい、サービスセンターにあるので結構たくさんの人がはい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 、来てくださっていて、今回あれですよ、80カ所巡ってっていう風な、はい、すごいですよね、80カ所。分散ウォークで80カ所の、まあ、スタンプラリーをすると、まあ、ちょっと景品というか、もらえるっていう風なイベントがあって、実は先ほどここ の僕らのステージは人入れないって話をしてたんですけども、分散ウォークの旗がかかってることで、ここでもらえないかということで。スタンプラリーに来ちゃった子がいたりとか81カ所目と勘違いしてそうそう、なんかものすごい勢いで回ってる方いらっしゃるらしいですね。本当もうコンプリートショーも出たみたいな、早い。岡田さんからお話もあると思うんですけど、この後ね、うん、分散ウォーク実行分ウォーク実行委員会の、はい。まあ、でもそうですよ、その分散ウォークで巡ってる中でこちらも来たりとか、本当いろんな国分寺市内のいいところを巡ってもらえると、より魅力が伝わるんじゃないかなっていう意味で、この分散ウォーク自体も楽しんでもらえるかなと思っておりまして、はい。じゃあですか、ね、そしたら次に、はい、何か最後に PR などいい、はい、ありましたら。いや本当にこの今の時期紅葉がすごく綺麗で、あと落ち葉も楽しめるシーズンです。ごく楽しい時期ですので、ちょっとイベントごとはね、なかなか人を集めるっていうのは難しいんですけれども、ソーシャルディスタンス取った上でぜひ公園に遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、では武蔵国分寺公園のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。